私は今ですね、千葉県の袖ヶ浦でですね、行われているカーブザイヤーのですね、いよいよ最終選考会に来てます。なんとですね、カーブザイヤーのほら、選考委員だったんですね。まず紹介しましょう。こちら、ゴルフです。もう新型ゴルフかっこいいですよね。そしてですね、ベンツは C クラス。そして、コルベット、今回ですね、実はエンジンが後ろに行ったというですね、リアエンジンになったコルベット。そして、DM 8D ですね、4シリーズ。そしてですね、三菱は満を持してのアウトランダー。そして大人気ですね、ホンダのベゼル。そしてもう優勝候補の一角になってますよね、ノート。そして見てください、納車2年半とも言われてますよね、ランクル。すごいですよね。そして見てください、ほら未来です。未来のもうね、これね、2世代目なんですけども、むちゃくちゃ走りです。そしてトヨタのね、86。そして、まあ、兄弟車のですね、スバルの BRZ と、もうこれ見て、こちらがですね、最終的に残ったんですけども、この中から1台なんですよ。次もですね、これまたね、大人気のベゼルですよね。乗ってみたいと思います。すいません、乗っていいですか？あ、どうぞご使用ください、はい、この車もやっぱり大人気でね、久々のなんかあれじゃないですか、軽以外でホンダのヒット作じゃないですか。最近のね、僕はあのホンダ好きなんですよ。あのなんかしつこくなくて、あのすごくデザインもシンプルになったんで、これとね、ほらそれこそヤリスクロスと、これなんかね、2台今最近はカロラクラスが出てて、ね、あれですかね。このなんか、この最初のムーがあんまり、この音はね、ちょっと気になるんですけどね、この音、このグーうーんとなる音、これがちょっと気持ち悪いなと思ってるんですけど、この車ね、実は後ろ倒すとですね、本当のフルフラットになるんですよ。アウトランダーなんか大きい渋滞の割にはフルフラットにならないんですけども、これはフルフラットになるんで、多分ホンダはですね、あのフルフラットにするってことのメリット、みんながね、車中泊とか最近流行ってるでしょ、そういうことをいち早く感じていると思いますよね。ちょっとうなるような音がね、うーんとかね、あんまり好きくないんですよね。まあでも、こんな走りしないからな、街では。でもなんかこれ家にあったら重宝するだろうな。余計な新しい感覚がないよね、シンプルで。このデザインなんかも本当なんか、ここにね、あのなんかナビがあって、ここのなんかしつこさもないし、昔のちょっと前までのホンダってステアリングがしつこかったんだけども、それも全然しつこくなくなってきてるし、だから本当なんていうの、ホンダファンがやっと帰ってきたかなっていうふうに思ってるんじゃないですか。いや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 、ねえ、ベゼル、さすがやっぱり売れてるだけありますね。でも納期どれぐらいですか？は半年ほどですね。あ、これプレイなので、プレイだともう少し長いですね。あ、そう、はい、夏迎えられるかどうか。はい、さ、これですよ、一番人気の。そうなんですよ。もともとベースがいい車だから、はい、ね、まあ内装とかいいんだけど、はい、あっちでも十分ってことないですか？味がちょっと違う、ね、こっちがちょっとレパアップしてる、はいはい、これはもうあの20ミリぐらいローダウンにしてるスポーツタイプで、向こうは25ミリ逆に上げてる。あ、そうですよね。あ、そっか。いや、これ実はほら見たか、ついのちょっとなんかね、ヨーロッパの高級車みたいな感じで、日本人が小型の高級車っていうところに目をつけない、逆にミニみたいな方に行っちゃってマーケットが取られてたんですけども、やっとこれ帰ってきてですね、これ買う人のなんか、だから 10% ぐらいは外国車の方から の, あのなんか移行ということなんで、まあ多分日産のね、作戦は成功してるんじゃないかというふうに思ってるんですけど、
まあ、優勝候補なんでね、どうなるか分かりませんけどね。でちょっと乗っけてもらいます、色はあれがいいな。あーグレーですね。このハイブリッドで急に静かでしょ中、これ一番人気なんですよ。だから今一番ですね、カウボーザイヤーに一番近いと。これが石になっておかしくないな。ただ俺が一つだけ気になるのは、これってレンタカーにもなっちゃうんだよ。自分の買った車がレンタカーになっちゃってるのみたいなのさ、そのなんかあるんじゃない、そのなんか喜び感が少ないのかなっていう。まあもちろんこのね、これいいやつなんですけども、一番安いグレードだと結構置いてるじゃん、駅前のレンタカーに、日産レンタカーに。いかにもありがちなんだよね。走りいいね。これはいい車だな。もうそろそろ3時になってっから誰も走ってないな。一番最初に来て最後に走ってる。確かにこれの方が普段街乗りするんだったらいいね。ちょっとボディが重いね。あとはこれ車両価格と、今だと納期がね、まあ、半年ぐらいですか、ね、なかなか今ね半導体の関係でね、どのメーカーの車もみんなだから買いたくても買っても夏になっちゃうという、買いたい時に買えないというさ、わけわかんないね。キャバクラ行っても指名した女の子いないみたいなもんだからね。こればっかり厄介なんですよね。マンクルですよ、君島先生。欲しいけど買えない。なんとですね、多分納期2年半ぐらいですか。2年以上という言い方。2年以上ですよ。もうね、予約したことすら忘れちゃいますよ普通。まあでもどれだけ人気あるんだよ。こういうのまたね買ってね転売するろくでもないやつがいるんですよ。地上げやめてね、車屋でね一目しようってね、とんでもない連中がいっぱいあるの。それに来たんですよ。後部座席にそれぞれモニターついてる。そうなんだよ、だからこれやりすぎなんだよ。これね、さっきは徐行してる時はですね、ちょっとゆらゆらするような感じがしたんですよ。でもね、実際これ走り出すと急にですね引き締まる。この辺はトヨタすごいね。ほらほらほら、走りがオラオラって感じですよ。でね、2年半だよ、忘れちゃうよ買ったこと。その間に欲しい車が出たらキャンセルできるの。あ、できるんですね。全然できるよ。多分そ、ね、おそらく頭で分かんないけど50万ぐらい内金出すんだよね。俺実はさ、ヤリスクロス買おうと思って、はい、お金払ったの30万円。あ、そうなんですね。うん、でもなかなか来なかったから、はい、やめたって言ったら、あ、分かりましたって取ってと返してくれたよ。ヤリスクロスも納期なかなか、あれ人気あるからな。でもなんかもう飽きちゃったもん、車に飽きちゃった。ものすごくさ、ガソリン食いそうだよな。燃費悪いっすよ。君今好きだろこれ。大好きですね。え、それこそ1000万ぐらいしちゃうんじゃないですか。これいや、しないよ。しないんですか。うん、800万ぐらい。だらこれは、もう一ついいことは、リセールバリューじゃない。あ、そうっすよね。うん、だからましてさ、この納期が2年だから、今予約したっていいじゃないの。で、買ってさ、さっきの話じゃん、転売、そういうやついっぱいいるよ。ですよね。だからあの2年って怪しいんだよ。純粋にさ、これを買いたがって人じゃないから。おしゃれ度かな。そうっすね、おしゃれ度がやっぱり日本の車なんだよな。いいですね。ありがとうございます。走るとさらに良さが出ますね。 ありがとうございます。いやいや、いやこれからね人気出るわけだもん。最初なんかちょっとなんか横の動きでしょうか、ね、横の動きや、クルーザー乗ってみたいな感じがするんですけども、はい、実際走り出すとピシッと止まるという。ありがとうございます、ね、すごいですね。何回乗ってもすごいです。本当に最高の言葉ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次はね、すいません、未来に乗ってよろしいですか。あ、どうぞ。前のようにランクルも、ありがとうございます。どうぞ。ランクルどうでした。かっこいいじゃん。ランクルいいですね。いいっすよ。ランクルもいいし、アウトランダーもいいですね。ちょっとアウトランダー後で
してどうかなって思ったら、そうなんだわ。ぜひ圧倒的にいいですよ。ドライブモードをノーマル、はい、これなんですけど、はい、ノーマルなんですけど、うん、上にやるとパワースポーツなんですよ。あ、はい、そうすると音色がちょっと変わる。それもぜひそうなんですか、お楽しみ。納車どうですか、ね、はい、あ、これ全然今のところ大丈夫です。君ちゃんどう？すげえ静かです。え、すごい静かです。これ水素だよ、即納だって。水素ステーションでも家の近くにないないよ、どこにもないよ。だってさ、恵比寿だってさ、4時半に終わっちゃうんだよ、土日やってなくて。いや、この車は実は、まあね、皆さんご存知だと思うんですけども、2世代目なんですけども、これ本当にいい車。初代未来は正直言って未完成のまま俺発売しちゃったと思うのね。デザイン的には良かったんですけども、これは本当にね、筋肉質でアスリートって感じなんですよ、車自体が。本当にこれは良くて、トヨタすごいなと思ったのは、初代未来のマイナスの部分を全部補っちゃった。すごい技術だなと思って。デザインもかっこいいでしょ、なんか今時で。だからなんていうかな、本当は俺これクラーにすればよかったと思うんですよ、デザインが。こんなに走りがいいんだと思って。でこのコーナーでもほら、レーシングカーみたい。水素ステーションが5000点ぐらい増えてくれや。これ実はボディが大きいじゃないですか。でこれなぜこれボディが大きいかっていうと、水素のやるなんかあれかな、あれは大きくないとダメだっていう。ですからこのような、ね、大きさになっちゃうっていうふうに聞いたんですけども、今一番身近な問題として、例えば軽井沢行きました、軽井沢行ったら帰ってこれない。なぜかというと軽井沢に水素ステーションがないから。本当は乗りたいんだけども、軽井沢自体に水素ステーションがないんで、泣く泣く未来に乗れないと、ね、その辺をもう少し改良してほしいなと思うのと、政府も少しなんかね、助けてあげて欲しいなというふうに思いますよね。いや本当にね、未来はいいわ。最高ですよ。ありがとうございます。あとはもうね、スタンドだね。はい、もうね、これですね、トヨタさんに行ったらしょうがないもんね。あともっと遅くまでやれって感じだね、スタンド。土日と、あと個人的には鎌倉と軽井沢作ってほしい。ね、だそこだよ ね、 そ う、 ですね。そうなんだよ、ね、買いたいなと思って。お願いします。お願いしないですよ。もう少しあればみんな買うよね。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に乗りたかった。あ、いいじゃん、乗ってください。乗ってください。じゃ最後にこれ乗って、はい、これですよね。見てください、これ。意外となんかスパルタンの方は、もしかしたらスバルの方が、だと思うんですよ。もしかすると土屋圭司さんはこっちがいいだったんですけど、ちょっと乗ってみたいと思います。君島、はい、レースカーですよ。これはさ、300万円台で買えるのね。新車で300万円台、ね、そう。どう？レーサーになって気持ちになるよな。やっぱり車高が低いってさ、もうそれだけで正義だね。走りが上品なんだよね。これぐらいの走りって、なんだろう、例えばルノーアルピーヌ、あれ800万ぐらいするんですけども、あのぐらいの感じがするんだよね。まあ、もちろん例えばスープラなんかよりも軽いから、俺みたいな運転が上手くない人にはこの車の方がいいね。これを乗ってる人生もいいなっていう。ただあれだね、これを買ったらこういうところに月に1回ぐらい来たいよね。月に1回来てストレスを発散する、そういう、おお、気持ちいい。
これは気持ちいいわ。トヨタがこの車を作ってることだけでもすごいね。あの高い車であれはあるんだけども、このぐらいの値段で、まあ、もちろん300万は高いんだけども、でもこれ海外で言ったら600万ぐらいの車じゃないかな。吸い付くようだもんね。本当に自分の足が運転が上手くなったような気がするので、ものすごくいいね。もう気持ちいいですね。これ今納期ってどのぐらいですか？1月ぐらいで、1月ぐらい、1月か2月ぐらい。そんな早くできるんですね。1月で、86は4月3月ぐらい。そうですか、ありがとうございました。乗っけてもらいましたよ。これね、迷うよね。だって全然ほらタイプ違うんだもんね。この中で一番いいのはね、選べなんてね。ベストカーの本郷さん、はい、怪しい男なんですよ。いやいや、でもあれですね、面白いですね。いや、お祭り、お祭りっぽいじゃん。祭りですよ。乗りましたね。乗りましたよ。いや、全部2回ずつぐらい乗ってるじゃないですか。20何回乗りました。多分俺一番乗ってると思いますよ。俺一番乗ってます。私、夕日当たってますか？朝9時に来てですね、もうね、夕日の時間、多分ね、もう皆さんとっとと帰ってますよ。おそらく私ですね、選考委員の中で一番長くいます。そして一番長くですね、何回も何回も車乗ってます。車好きですね、私。で、私は何をですね、最終的にはですね、10点満点つけたんでしょうか。発表します。私が10点を入れたのはですね、なんと三菱アウトランダーだったんですね。いや、本当に三菱がですね、私正直言ってですね、三菱のデリカ D5、 あの時のダイナミックシールドあんまり好きじゃなかったんですけども、あ、三菱はこれをやりたかったんだなということでね、世界のどこにも似ていない違和感のあるですね、このダイナミックシールドのですね、デザインも良かったし、何しろ走りがですね、本当に良くてですね、 SUV でよくここで走りを追求したなということで、まあ、来年ものですね、あの技術、そしてですね、気持ちの良さはレンジローバーに負けてません。素晴らしかったです。テリー伊藤のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。